皆さんこんにちは、倹約 DIY です。今日はですね、激安でなおかつ最も簡単なコンパレーターの使い方についてご紹介していきたいと思います。今日の内容は以前より視聴者の方よりご要望がありました。皆さんコンパレーターってご存知でしょうか？電気工作をやっていない方からするとあまり聞き慣れないかもしれません。私の動画を以前から見ていただいている方は何度も出てきているので聞いたことがあるかもしれません。コンパレーターというのは電気部品の一種なんですけど、巷には簡単に分かりやすく説明しているところがあまりないと思いましたんで、今回できるだけ簡単に誰でも使えるような形でご紹介したいと思います。いつもながらあまり詳しいところまで突っ込んだりしませんので、詳しい方は少し物足りないかもしれませんけど、何卒ご了解ください。コンパレーターというのは電気工作 DIY においてセンサーと組み合わせると鬼に金棒というか、めちゃくちゃ役に立つ部品なんですね。しかも今回激安で買えて、おそらく最も合理的に使えるコンパレーターのモジュールもご紹介します。ぜひ今回最後まで見ていただいて、DIY で役に立てていただければと思います。まずコンパレーターのご紹介に入る前に、なぜ巷にはコンパレーターの説明があまりないのかについてちょっと考えてみましたんでお話ししたいと思います。コンパレーターという部品はオペアンプという部品とセットというか一緒くたに説明されることが多いんですね。このオペアンプというのがくせ者で、なかなか難解な部品なんで、これをご説明しようと思うとかなり大変です。私もあまり使いこなせているとは言い難いですし、めちゃくちゃ役に立つ部品なのは確かだと思うんですけど、とにかく概念を理解するのが難しいと思います。でも心配はご無用です。コンパレーターを使うのにオペアンプの知識というか、オペアンプは一切知らなくても全く問題ないです。今回の動画ではオペアンプについての話は一切しませんので、その点もご了解お願いします。それではコンパレーターについてご紹介していきたいと思います。コンパレーターというのは英語なんですけど、コンパレートって比較するという意味なんですね。コンパレーターというのは比較する部品ということです。その比較するのは一体何なのかという話なんですけど、それは電圧ですね。つまりコンパレーターというのは、とある電圧が基準の電圧より高いか低いか比較することができるんですね。天秤と一緒ですね。天秤の分銅よりも重いか軽いか比較するということですね。それと全く同じです。天秤だったら重かったら下がりますし、軽かったら上がるんで、目で見てどちらが重いか軽いか分かるんですけど、電子部品であるコンパレーターの場合、どのようにそれを表現するのかといえば、コンパレーターに出力端子がついていて、基準電圧より高かったらオン、低かったらオフするわけです。これまた天秤に例えると、天秤のお皿の下に押しボタンスイッチがついてて、重かったらオンして、軽かったらオフ、オンオフオンオフ、まあこんな感じですよね。そしてコンパレーターというのは天秤と同じで、例えば分銅が基準が 10g だとして、測りたい方が 20g だろうが 30g だろうが、 10g より重いわけですから天秤は下がるわけですよね。それと同じで、コンパレーターも基準電圧が 10V だとしたら、その 10V より高い 15V だろうが 20V だろうが、高ければその時点でオンするわけですね。逆に 10V より低い場合、例えば 0V だったり 5V だったり、 10V 以下であれば常にオフするわけです。もちろん部品の耐圧があるので、高い方はどこまで上でも耐えられるわけではないんですけどね。ここで天秤と少し違うのは、天秤の場合重量が同じだったら水平になりますよね。ただ世の中には真の意味で同じ重さのものなんてありません。コンパレーターの場合、そのわずかな違いでもオンするかオフするか綺麗に分かれます。中途半端にオンするとか中途半端にオフになるとか、そういうことは起こらないんですね。以上がコンパレーターの働きなんですけど、じゃあこれが DIY でどのように役に立つのかという話です。これも電気工作 DIY をしている方はピンとくる方もいらっしゃると思うんですけど、
電気回路って乱暴な言い方をすると全て電圧が高いか低いかで動いているんですよね。まあ私もめちゃくちゃ詳しいわけではないので例外があるのかもしれませんけど、もし電圧以外で動くものがあるならぜひ教えていただきたいです。センサー類もそうですよね。例えば温度センサーでしたら、温度によって抵抗値が変わる素子を使って電源電圧と分圧することによって電圧に変換しています。光とか音とか距離を測るセンサーだったりとか、すべて何らかの方法で電圧に変換することでセンサーとして働きます。つまりセンサーとコンパレーターを組み合わせることによって電気回路において自分の狙い通りのタイミングでオンしたりオフしたりすることができるようになるということですね。これが動画の前半でお話しした鬼に金棒という理由です。もちろんコンパレーターはオンするかオフするかどちらかしか選べないんですけど、電気工作 DIY においてはオンできるかオフできるかどちらか選べれば正直十分な場合が多いです。ほとんどのセンサーが使えるのはもちろんそうなんですけど、 PWM をしたりとか過電流とか過電圧を防いだりとか、そういった回路もコンパレーターを使うだけで可能です。今回はちょっと時間の関係でご紹介しきれないんですけど、4回路コンパレーターを使えばこの3つは可能なんですよね。私これ知った瞬間ちょっと感動しました。だいぶうんちくが長くなってしまいました。コンパレーターの素晴らしさが分かっていただけたところで、実際のコンパレーターについてご紹介します。おそらく最も有名なコンパレーターは LM393 というコンパレーターですね。これ足が8本ある IC なんですけど、これは2回路入りコンパレーターです。ちなみに1回路で天秤1つと思っていただければいいです。2回路なんで天秤が2個あるイメージですね。 LM393 は本当にたくさん使われてまして、例えば以前の動画でご紹介したこちらのモジュール IR モジュールなんですけど、これにも使われています。この黒い部分が LM393 ですね。サムネを見ていただければわかるとは思うんですけど、今回ご紹介するコンパレーターモジュールはこの IR センサーモジュールを改造して作るのが最も安くて簡単に作れると判断しました。この IR センサーモジュール安かったら1個50円ぐらいで買えますからね。部品を集めて作っても50円ではとても作れません。邪魔な IR センサーがついていますけど、インジケーターとか基準電圧調整用の可変抵抗も実装されていますので非常に都合がいいです。なおこのモジュールの回路図はこちらのようになってます。この回路図でいう赤外線 LED と IR センサーを取り外します。 IR センサーを取り外した後にピンヘッダーを取り付けて、そこに他のセンサーを接続できるようにするわけですね。それでは赤外線 LED と IR センサーを取り外していきます。これハンダが少し少ないので熱が伝わりにくくて結構外しにくいです。こういう場合はあえてハンダを持ってからハンダコテを当てると取り外しやすいです。
IR センサーのあった場所にピンヘッダーを立てました。これで準備は完了ですね。モジュールを接続してみました。モジュールの出力線に電圧計をセットしてあります。電源はいつもの安定化電源です。だいたい 2.5V ぐらいからは使える感じですね。なお LM393 は 36V ぐらいまで使えるらしいんですけど、このモジュールの場合インジケーターの LED とかがありますんで、そこまで上げるのは厳しいような気がします。ただ 12V ぐらいだったら全然問題なく使えそうですね。次に適当なセンサーの代わりとして1メガの可変抵抗を接続してみます。ここに接続します。今はコンパレーターがオフになってるんですけど、この LM393 というのはオープンコレクター出力といって、コンパレーターがオフの時は出力がオープン状態になってます。今回は回路の接続上電源電圧に貼り付いてます。そして可変抵抗を回してコンパレーターをオンにしてみます。コンパレーターがオンになりました。オープンコレクター出力はコンパレーターがオンになると出力が 0V グランドに接続されます。このように電圧がほぼほぼ 0V になってます。 24mV しかないですね。ちょっとオープンコレクター出力の概念が分かりづらくて恐縮なんですけど、コンパレーターがオンの時出力がグランドに落ちるということは、出力線を負荷を通してプラス側につないでやれば、そこは電流が流れるということです。考え方としては N チャンネル MOSFET にちょっと似てます。あれもプラス側に負荷をつながないと動かないですからね。出力線に電圧計の代わりにブザーを接続しました。プラスから接続してブザー出力線とつなぎます。こうするとコンパレーターがオンになると、この出力線がグラウンドに落ちるので、プラスから電流が流れてブザーが鳴るというわけです。ちょっと可変抵抗をいじってみます。バッチリですね。コンパレーターがオンになるとブザーが鳴るようになりました。このオープンコレクター出力っていうのをよく考えてみたらわかると思うんですけど、通常の N チャンネル MOSFET モジュールとかは使えないですよね。コンパレーターがオフの時に出力が電源電圧になって、コンパレーターがオンの時に出力が 0V になるわけですからね。普通と逆なわけです。この出力線で MOSFET を動かそうとするならば P チャンネル MOSFET を使うしかないですね。今 P チャンネル MOSFET を接続してあるんですけど、これでやれば動かすことができます。 N チャンネル MOSFET を使う場合は出力を反転させないといけないんですけど、そこまでご説明するとあまりに動画が長くなってしまうので、今回は割愛させていただきたいと思います。今日はもともとここまで詳しい動画にするつもりはなかったんで、もし詳しく知りたい方はトランジスタ1個と抵抗があればできますので、反転回路でググってみてください。いかがだったでしょうか。今日はおそらく最も簡単なコンパレーターモジュールの使い方についてご紹介しました。できるだけ簡単にするって言ったのに、後半はどんどんややこしくなってしまって申し訳なかったです。ただ今回のこちらのモジュールを応用すれば、あらゆる電圧でオンとオフを切り替えることができると思います。電気工作 DIY においても非常に便利に使えると思いますんで、今後私もこちらのモジュールを使っていろいろ作っていきたいと思います。もし今日の動画が参考になったよという方は、ぜひ高評価の方お願いいたします。また私のチャンネルではいろいろな見学になる情報をお伝えしていきたいと思っていますので、
もしそういったことに興味がある方は、ぜひチャンネル登録の方もお願いいたします。それでは今日も長時間のご視聴お疲れ様でした。それでは皆さん、さよなら。